はい、そうですよね。もう寝たいですか？まだ8時ですよ。そうですか。わかりました。じゃあ、また明日話しましょう。おやすみなさい。こんにちは。ことの夏美です。今、田中さんと電話していました。田中さんはいつも早く寝たいですと言います。田中さんはいつも早く寝たがります。田中さんはいつも早く寝たがります。今日の文法はたがる。皆さん、たいですは大丈夫ですか？寝たいです、食べたいですなどがありますね。I want to do のミーニングなので、私がしたいときに使います。じゃあ、third person がしたいときはどうしますか？たがるを使います。田中さんは早く寝たがります。田中さん wants to sleep early なので、third person 田中さんが subject です。作り方は、verb must form, must drop, add たがる。寝ます、must drop, 寝、add、たがる、寝たがるです。たがるは、ongoing のていますとコンジュゲートして、たがっていますと使うことが多いです。例えば、私の友達は新しい映画を見たがっています。田中さんは会社を辞めたがっています。たがるはネガティブやパストも OK です。例えば、私の子供はいつも学校に行きたがりません。メアリーさんは新しい iPhone を買いたがっていました。今日のビデオはここまでです。ありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。さようなら。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.